再来年で阪神・淡路大震災から30年となるのを前に、災害とアスベストの関係について調査するプロジェクトが発足することになり、神戸市内で会見が開かれました。会見にはアスベスト問題に取り組む NPO 法人兵庫労働安全衛生センターから事務局長の西山和弘さんらが出席しました。災害とアスベストをめぐっては、阪神・淡路大震災後に倒壊した建物の解体や撤去作業を行っていた男性が中皮腫を発症し、労基署から労災認定を受けるなど、これまで問題となってきました。プロジェクトでは、実際に復興・復旧作業に従事した人から聞き取りを行うほか、残されたデータをまとめ、記録として残していくということです。震災から30年を迎える、これからがその中皮腫とかアスベストによる病気が発症する時期を迎えている頃でもありますから、このアスベストの危険性、震災でアスベストが飛散したんだっていう、そういうことをまあ伝えていきたいなと考えています。プロジェクトは来年1月から開始され、震災から30年となる再来年の1月に、調査の結果を報告するとしています。